宮田良平、宮田洋平は、日本の金属工芸家、第22代文化庁長官、第9代東京芸術大学学長、東京芸術大学名誉教授、新潟県佐渡市出身。佐渡に伝わる、金属工芸、老型中金技術保持者の二代目、宮田愛道の三男。初代乱動は、祖父、三代目愛道は、長兄で元。 東京芸術大学工芸科教授の宮田光平。次男はデザイナーで、三重大学名誉教授の宮田修平。兄二人、姉四人を持ち、家族全員が東京芸術大学出身の芸術家一家に育つ。長女は金属工芸科の宮田こと、金属工芸科の山下恒夫の指導を受けた。東京芸術大学工芸科教授として、単金技法研究の指導に当たる一方、 金属工芸家としても、世界的に活動。東京芸大学長選挙時には、東京の佐渡出身であった、三浦小平治を中心とした新潟県人や身内で、学内を統制し、学長となる。日本のみならずドイツ・イスラエル、韓国、中国などで、展覧会が催されている。代表作にイルカをモチーフにした、シュプリンゲンシリーズがある。故郷の佐渡島から上京する際、 フェリー戦場から見たイルカの群れをモチーフとしたシリーズで世界各地で展覧会が開催されている。シュプリンゲンは三越日本橋本店新館エンブレムにも採用されている。かつてはカーデザイナーに憧れがあり、後に江戸開府400年記念コンセプトカーのトップマークのデザインもした。2016年から文化庁長官に就任。2019年に 愛知トリエンナール2019への補助金、不交付問題が発生し、全民の文化庁長官だった、青柳正樹は、不交付を求められれば、自分だったら、もちろんやめてますと宮田の姿勢を批判した。2019年重要美術品たち、安綱の認定を取り消し、日本国外に移出。2010年3月から横綱審議委員会委員を務めているが、2019年1月場所を、 途中休場した白鵬について、白鵬は本当に怪我をしたのかね。そういう負け方に見えましたか。負けが今だから休むというのはどうなのかと、化うを疑うような発言をした。2020年1月27日、後期10年の任期を満了し、横綱審議員を退任した。2021年3月、文化庁長官退任。銀の鈴クリップ 日本橋三越新館エンブレム、ありがとうございます。